ミニレッキスの成獣を上からレッキスの成獣レッキスはフランスに起源を持つカイウサギの品種。単毛種だが毛の密度が濃く毛皮の質が非常に良いために毛皮にも使われるウサギである。この項目では小型に品種改良されたミニレッキスについても解説する。フランスで偶然発見された野生の穴ウサギの突然変異個体を起源とする品種で毛が短く。 ヒゲが縮れているのが特徴である。口術のミニレッキスと区別するために、スタンダードレッキスと呼ばれることが多い。毛の短さからその筋肉質な体型が、はっきりとわかり、最もウサギらしいシルエットと、ビロードのような光沢の毛並みも、相まって、非常に、美しい姿をしている。カイウサギの中では、大型のウサギに分類され、体重は、約3から5キログラム程度。 ミニレッキスはアメリカで大型のレッキス種を小型の品種であるネザーランドドワーフと交配することで誕生した小型の品種。体重は約1.4から 2kg 程度。取り扱っているペットショップも多く、ペットとしてはこちらの方が一般的である。その毛並みの美しさからアメリカではブリードが活発で体型や毛並みの美しさを競うコンテストが 盛んに行われている。両種とも活発で頭が良く、個体差はあるが、比較的慣れやすい品種である。餌付け時に必ず名前を呼ぶなどの習慣をつければ、名前を呼ぶだけで寄ってくるようにすることも、比較的容易にできる。ただし、単毛種の宿命として、足の裏の毛の短さを原因とするソアホックという、後ろ足の裏の毛が剥がれて、傷がつくという症状になりやすい。 これを回避するには、固めの床材を控えることが好ましい。毛が短いことの利点として、抜け毛が少なく、手入れが楽であることが挙げられる。アメリカンファジーやアンゴラのように頻繁なブラッシングは必要とせず、替え毛器以外は少し濡らした手で撫でてやるだけでも十分である。ありがとうございます。